一服しますか。なんか、遊んでる。なんか遊んでるんだね、多分。スクリプト遊んでる人もまだ見たことないんだよな。すげえ、俺もなんかイライラするわ。うん、俺ら真剣にやってんのに。二人さ、緑園のとこで安全にぬくぬくしといていいよ。もっ、いや、いい。結構残ってるやん。やばい、マジ来る、それ。やばいって。な、マジで、本当にお願い。お前のマジだろ。本当にお願い。俺はやるつもりではなかった。ナイスナイスナイス。いや、アークつけられた。あ、つけられた。いや、違う、本当に違う、今のは。めっちゃ荒れてる、めっちゃ荒れてる、でも。意地の。オッケーオッケー。いや、ナイスだ、今日来てる。俺んとこ、俺んとこ、俺んとこ来てる。じゃあ、投げろ、頑張って。ナス、後ろから来る、後ろから来る、後ろから来る。グレイリルだ、グレイリルだ。グレイリル、グレイリル。俺んとこ、俺んとこ、あー、食らってる、食らってる。やばい。システムする、システムする。終わった。また投げて、いつもやるぞ。いや、おいおい、ユキオ、ちょっと待って。これは違う、マジで。ユキオ、本当にね、見てほしい、VTR を。ああ。いやお前、髪それや。ナウルさん久しぶりですか、谷口さん。もう二人で撮ったらいいんじゃないですか、じゃあもう、同罪ということで。確かに。ナウルさん、ゼロダメージやん。ナウルさん、ゼロダメージやん。私はナウルさんを喫水のカバーでボルトでね、ブイブイ言わせて。いやいや、お前、二つだよ。二つ罪あるよ。死んでるのもそうだし、俺のガス壊してまで外。いやいや、死んだのはしゃあない。本当にカバーで前出て、俺がヘイとかって。いやいや、しゃあなくないっすよ。まあ、ガスは確かに俺が壊したよ。まあ遊び心で。いやちょっと俺はどうでしょうな。直弘さんの意見ちょっともらっていいですか。直弘さんどう思う。まあそうだな。まあ確かに扉閉めたせいでシェシコさん死んだのもあるけど、まあでも正直ソロで見届けてほしかった感じはですよね。僕の度胸試しを。だからまあ、あれか、あそこでカバーしたらただのなんかプレイになっちゃう感じはあった。シェシコさん、その髪どうすんの。この髪なんかサフサだけど今。いやまあ、お前丸めてシコロクチャンネルにお前謝罪動画出すやつで。野原みたいなとこで。やれよお前、丸めろよお前。まあ名古屋さんもでしょ、一緒丸めようじゃあ。まあ別に名古屋さんも、ま、丸めればいいんじゃないよ。だってそれは別に名古屋さんもそうそう日常だもんですか。まあそれでもうことがね落ち着くのが致し方ないから。2人一緒に丸めろ。じゃあそれでいいよ。さっきの非常にちょっと難しいケースだよな。難しいケースだよなじゃねえんだよ。分かんない、質割合で言う分かんないですね。難しくないですけどね。家中いれば全然本当にぬくぬくしとれって言っといたんで。もうちょっと本当に僕めっちゃいい案あんだけどさ。うん、もうゴルフで決着つけるって言ってたんですよ。いいっすな。マジで。なお、いいよ。で、ビリのやつが一番悪いって。もう非常に賛成ですよ。勝ちますよ、俺。今回だけは。マジか。本気出すよ、来たか、ポンポン。譲れねえもんがあるわ、これ。シュウペイから来てるよ、最下位頭丸めろって。オッケーオッケー。やばい、変に緊張するんだけど。いや、まずビリだけは成田君では。まあ、1位狙ってるけど。俺も狙ってるけどね。でもこれ、順当にいけば普通にヒシコさんが悪くなりますからね。いつも通り。いや、まずい。ヒロロどけや、お前。え？バカかよ。ちょっと運ゲーなんだよな。アジさん、共に歩みませんか。いや、行かないです。一人で行ってください、普通に。いいのか。一打で行けるでしょ、そこなら。
いいのか。押せ言うてんね。バカがよ。やべえ。ここだ。マジでやべえ。マジで一発だよ、ここ。最後やばい。焦ったの、ナオヒロ。ナオヒロ焦ったね。マジか。レッツゴー。ナオヒロさん、あ、ナオヒロさん、いった？よし マジで。いや谷さん。もうカスですやん。いやマジでやっぱ俺こうやっぱ本気でやればこうなんだよな普通に。すごいっすね30度初めて見た。いやいつもみんなあれなんだよな。俺が盛り上げようとしてんの知らないか。じゃあめっちゃ緊張感あった普通に。石川さん丸刈りでお願いします。返事。にょい。